ロンナアシスタントのドラム缶焼きにしてます。アンペルっていうのがね、うまい、うまし。スタバで休憩を終えた後はヨンナムソシッタンティアムおすすめドラム缶焼肉に行きたいと思います。昨日との違いが楽しみ。屋根に自転車置いてあるんやけど半端ないもん。落ちてきた、危ない。ただ一つ注意ポイントがありまして、営業時間が22時半までなんですけど、注意書きで18時半ラストオーダー、日によるみたいなの書いてますしね。なんかお店の人の気分次第で営業時間が変わるみたいです。坂つらいなこれ。なかなかつらい坂です、ご老体には。ということでお目当てのヨンナムドンシッターに到着しました。年賀町の建物、60って60年の歴史、60周年。毎週月曜日定休。あ、これ知らんかったから危なかったわ。オープン11時50分ラストオーダー6時半。匂いすごい、同じサイズやね。温めるのと温めないの、唐辛子やって。提供が早い、もう決まっとるから。ドリンクセルフやけど、あーコーラ、まあ、はい、この前と一緒に行きましょうか。コーラ、コーラね、コーラね。ウビドル、おお、パス。おお、優しい。開けれん、痛すぎて開けれん。乾杯しますか。はい、よし。止めてるね。うまそうにやっておるやん。これ握れんもん、これすら。いけー、見てやろ。無理や。ヨンナムソシッタンのドラム缶焼きにしてます。 OK、 見ちゃう。これもサラナイ形式な、サラナイだ。うまっ、うまい、あれうまい、すっ、カレット。おー、油すごっ。うん、柔らけ、肉が柔らかく、タレは醤油、シンプル。うん、タレ甘めやな。うん、うまい、うまい。ニンニクもチャレンジしますか。ニンニクを一緒に。うん、うん、うまい。日本人は少ないですね。昨日行ったソソカルビよりも離れてるからね、ミョンドンから。やばい、網が縦になってるから肉を落とさないようにするのがポイント。ペース早めに食わないと焦げるな、すぐ焦げる。肉以外食ってる人おらんな。あ、買ってきてるんか。買ってきてる、買ってきてる。うん、うまい、うまし。ニンニクがうまい、うまい、ダメつき。あ、うまし、そうよ。よいしょ、うん、やわらかい。硬い。ちょっと待ってよ。いける？待って。骨付きカルビなので骨を。唐辛子は食べないんですか。ちょっとええわ。なんかもう腕が痛すぎて、明らかに今さっきよりも痛くなってきてるもん。さっきのアンボグミの、いや、日中運じゃ。青唐辛子チャレンジ。お、辛くないわ。うまい。
うまいね。でかい。自分で切れるのでお好みのサイズ。よし、ラスト肉。あ、ニンニクつけよう。ニンニクと一緒に。うまい。うまいね。あっけん。昨日と同じでドリンクはセルフサービス。ビールかコーラか何だったチャミスから選べます。セルフで飲む。で、昨日と同じく肉はオーダーしたくても持ってきてくれます。2人入ったら2人前っていう。2人で人数分な。人数分ね、もう勝手にオーダーとかないから、1種類しかないから。ビールが4000ウォン、コーラ、サイダー、ファンタが2000ウォン、チャミスルも4000ウォン。昨日と違ってガチでなんもないパターン。持ち込みでもしてる人もいないかな。隣とはなんか持ち込んで。ああ、ちょっと持ち込んで。ご飯とかキムチとかはコンビニとかで買って持ち込んで。レンチンできんのかな。昨日の店より広いよな。広さはちょっと広いと思う。数席っていうぐらい。ドラム缶の数で分かるか。広いなと思う。だからこれ混雑してる時さ、相当すごいと思う。密度が。暑さももっと暑なの。そうやな。夏以外がいいかな。冬はでも寒いらしいしな。そうなんや。マイナス10とかいくやん。えぐ。で、夏は日本とかはなんかソウル市内でマイナス？ソウル市内でマイナス行くんかな。でも、運転とか寒いらしいっすよ。早めに行きますか。もう一応楽しめたんですけど。街巡り、ネオン街や。これはロッテリアって、あのロッテのロッテ？今更？